今回はティモールを紹介します。このティモールは卓上カレンダーです。1967年にエンツォ・マーリがデザインをして、イタリアのダネーゼ社から発売されました。現在もダネーゼにより製造販売が続けられている名作プロダクトです。このティモールは63年にデザインされたフォルモサのフォントを利用して卓上カレンダーにしたものです。フォルモサはいいデザインですが、壁にかけれないとかそういった制限が出てくるのが、これなら置くだけで使えるというのがメリットです。ティモールの構造はご覧の通り、プラスチックのシートを一枚一枚こうして動かすことによって日付や曜日を変えることができます。現代ではこれで日付を確認しなければいけないということはありませんので、今となってはこれはインテリアオブジェだと思います。ダネーゼのプロダクトはアートでもありプロダクトというものですので、これは日付を見なくてもただここに置いてあるだけでももう十分意味のあるものということです。毎日1枚ずつめくってですね、日付を変えていくのも習慣とするのもいいかもしれません。ただどっちかっていうと、これがあること自体にもう意味があるというふうに考えてもらった方がいいかなと思います。このデザインが素晴らしいので、当時イタリアのドムスという雑誌の表紙に使われたり、ハーマンミラー社のインテリアデザインの中でこれが使われたりとか、さまざまな場所で当時も使われていました。部屋の中にこれが置いてあるといい意味で目につきますので、ぜひティモールカレンダーとして使ってみてください。忘れないように毎日1枚をめくるっていうのが一日の始まりという合図になるといいんじゃないでしょうか。今回はこんな話でした。では。